皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もアサシンクリードシンジケート遊んでいきましょう。さあ今回はですね、これ挑んでいきましょう。シークエンス6アッカー、おそらくシークエンス6最後のミッションになるんじゃないかな。ここに登って、そこですね。来たやで、アッカー。ジェイコブはイングランド銀行へ入って強盗を阻止してトゥーペニーを排除しようとする。でジェイコブ用のマスターアサシンの衣装がアンロック。さて聞こうか。多分そっとするぜ。おい見くびるな。俺はアバーライン一族の頑強な体を受け継いでる。トゥーペニーが金を盗む総裁自ら座った方が良さそうだ。そんな時間はない。もう金庫についてるな。何をするかは聞きたくない。もちろん。で侵入方法に心当たりは？銀行はイングランドの成果準備金を守るよう設計されている。厳重に警備された要塞だ。銀行の支配人がいる。ミスター・オズボーンだ。彼だけが金庫へ自由に出入りできる。入り口付近で見つけられるだろう。あとはあれだ、男が一人金庫の扉を厳重に監視している。まるで鷹のようにな。お前の姿を見たら必ず封鎖するだろう。こいつは厄介だね。警備隊長のガス・ハワードがミスター・トゥーペニーの警備隊長として長年勤めている。ミスター・フライ頼むから慎重にことを運んでくれ。トゥーペニーを逮捕する唯一の方法は現場を抑えることだ。奴を脅すな、大げさに動くな。ここはイングランド銀行なんだからな。もし面倒が起きた時はアトリウムにいる。変装してな。またおばあちゃんの格好かな。トゥーペニー逃がさないぜフィリップ・トゥーペニーを暗殺する。今回ね、どれ行きましょうかね。支配人ステルスルート、警備隊長がユニークキル、倉庫版が支援ルート。今回もね、ユニークキル行きたいかな。ユニークなんであれば、面白いんであればそっちに行きたい。イーグルダイブができた。どうだ、これか。まずはとりあえず入っていきましょうかね。秘密の通路を見つける。このね、秘密の通路ほんとやだ。これわかんないもん。秘密の通路って何？チャンスを見つけ出す。警備隊長、ユニークキルがアンロックされる。トゥーペニーの弱点を知らねばならない。目標警備隊長を拉致する。拉致か。秘密の通路ってのがね、毎回よくわかんないんだよね。毎回っていうか前回か。秘密の通路とは多分まあなんか地下室とかね、そういう系統じゃないかなと思うんだけど。全く豪華だな。トゥーペニーの墓場にふさわしい。誰かお客様の中に秘密の通路をご存知の方はいらっしゃいませんか。銀行の活動の中心である窓口ホールから始めます。そこに一人、こいつはね、できれば気絶させていきたかったんだけど、見られただけでダメか、この格好だと。ただいい感じにこっちに来たぞ。
丸ボタンで。トゥーペニーはどこだ。いられてくれ、家族がいるんだ。彼らは今金庫の中で貴重な絵画を鑑賞して。吐くの早いな、吐くのが早い。こいつどうしようかな。隠す、どこに。いや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 、めちゃくちゃいっぱいいる。このおじさんをそっちに隠していかないといけない。どっからだ、どっから地下に行く。これ変に拘束しない方が良かったかな、もしかして今回。この人気絶させるか。とりあえず本でそこに隠せればいいんだけど、ルートがね、わからんのよね。ついでにそっち行ってみるか。金庫番。彼を殺せば金庫は閉ざされない。問題が起きれば彼はすぐに金庫の扉を閉じてしまう。金庫番を暗殺する。暗殺するか。でもそこに人結構いるんだよな。ん？待って、これ何？ダメってこと？っていうか、急になんか警戒状態になった。こいつを殺して。で、さらに煙幕。で、電気ショック。レベル8はやっぱ硬いな。よしと。さあこれで大体やったぞ。で、金庫を開いて、その地下への入り口がマジでわからん。意外と人が死んでいても彼らはそんなに動揺していない。いい子ですね、訓練されたお客さん。で、今この段階でもユニークヒルは使用可能っていうことかな。そこに到達。金庫に行く。秘密の通路を見つける。秘密の通路っていうのがね、アバウトすぎてね、わからんよ、本当にこれ。ここは？一応暗殺して、これかな？こういうやつかな、秘密の通路って。いやでもこれ開かないっぽいし。そこに宝箱。キメラガントレットの設計図、これは良さそうだね。ただその秘密の通路っていうのが未だによくわからん。でもやっぱり違うっぽいな。とりあえずもう行きましょうか。金庫に到達しようか。こっちはね、ここですね、金庫。そしたらこっからその中の探索がスタートで、下に多分下っていくのかな。ということは、隠す。あのおじさんの死体を。もういいのか。とりあえず行ってみましょうかね。なるほど。これで下に行くんだね。
ほんで、彼を暗殺するボッケ、ユニークキル、隠す。これね、多分ね、分かった。隠すってね、主人公は隠れるって意味だ。多分。前もそんなことあったもん。ここも多いな。こんなにいっぱい。で、秘密の通路っていうのは、まだこっから、行けるんだね。で、そこに隠すって書いてある。あそこに隠れられれば OK。ちょっと待ってね。どう行くか。どっか空いてないかな。下にいっぱいいるんだよね。ただ暗殺してしまってはつまらない。どうにかしてその秘密の通路見つけたりとか。多いんだよね、でも。どうするか。ね。ナイフとかでまあ一人ずつ殺していくのが安定かな。この、そう、この細いとこから頭を通していく。頭を通していくというか、頭を打っていく。よしよし。早くしろ。分け前は渡す。ナイフ便利だな、しかしこれ。なんすか今の、ワープした。大丈夫。で、そこに。いるでしょう。で、あっちに隠れればユニークキル。あいつにバレないようにしながら、そっち側、そこの左側に多分通っていくと思われる。敵は悪いぞ。これであなた以外の全員は死にました。危ない危ない。で、そこだね。ただ暗殺してしまってはつまらない。この中に隠れる。OK。絵画ですね。なるほど、こういう配置。問題はどのタイミングで殺していくか。これでいつでも殺せる。四角ボタンで殺害。それとももっとふさわしい瞬間を待つか。殺していきましょうか。ロンドンの人々から盗むのも今日で最後だ。あの動物どもは浪費をするが、我々は投資の専門家だ。彼らは何からも学ばず、改心することもない。声だめから抜け出そうとすらしない。だから作り出す未来を。彼らは恩恵を得る。彼らの町だ、お前のじゃない。出資がなければ町は存在しなかった。地獄の私ちんだ。さあ、これでとりあえずミッションクリア。秘密の通路はまだ一応生きてんのか、目標として。どうしようかな。分かればいいんだけどね。それっぽいのが全く見当もつかん。本当に見当もつかんとはこのことよ。
こういうなんかね、鍵がかかってる扉開くのかなと思ったら全然開かないし、金庫だしね。これかな、もしかしてこれかな。秘密の通路ってもしかしてこれ。見つけたよ、オイラは見つけたよ。やったね、たまたま見っけた、よかった。これでエレベーターか。これもともとどっから入ってくんだ。そっちか。いやこれはね、わからんわ。なかなか帰るときの方が逆に見やすいよね。ね、そんで上に行けるかな、上に行けないかな。これね、行けないっぽいな、行けないっぽいですね。一方通行完全に。となったら帰っていこう。いやよかった、結果的にね見つかりましたからね。サブ目標クリアしてユニークキルもできて、これで帰っていく。でそこですね、これもエレベーターかな。いや自分で登るんか。よしと、帰るどうするよ、帰るどう。よいしょ、さあどうでしょう。殺人、殺人だ、警察だ、助かった。全員逮捕しろ、イングランド中の人々から金を盗んだ罪だ。イングランド銀行は閉鎖だ、追って通知があるまでな。さあこれでシークエンス6悪化を完了。貨幣は物笑いの種だ、インフレは制御不可能、トゥーペニーは虐殺された。それでも議会は何もしない、あの法案は否決されるだろう。道化師ディズレーリも始末しましょう、この私の名誉にかけて。お前の名誉など無価値だ。な、何ですと。この町の人々は十分に苦しんだ。インフレに備え私の部下には大幅な昇給を行ったところだ。は？本来ならロンドン中に支給したいところだ。一方お前はクラブでくつろぎ制約を安売りする、無価値な名誉にかけた制約を。一族に資産があれば、お前にしたことを隠すために親族はいくら払うのかね。ディズレーリがお前に払うのと同じくらいなのか。寛容になろう、全てを持つというなら選ぶ必要はあるか。どう思う、取り立てに行くか。おふざけは終わりだ、国会議事堂は解放されねばならないのだ。分かったか、下がってよい。でお次はシークエンス7ですね。政治は手段を選ばず。ジェイコブ・デイビーはスタリクの部下2名、フィリップ・トゥーペニーとルーシー・ソンを始末したが、テンプル騎士団を滅ぼすには至っていない。首相暗殺を陰謀したジェイコブは国会議事堂へ向かう。そしてエイビーが続けてきたエレンの布の追跡は思わぬ展開を見せる。ミスター・スターリック、人手を雇った、明日襲撃する。ディズレーリの死で腐敗防止法は無期限停止になるだろう。グラッドストンもはるかに操りやすくなる。 H の父などなど、 B より
スターリックは政治に関与してるみたいだな。シノピアンクラブに入って B の正体を突き止めるか。議会周辺では慎重にね。普段は違うとでも。あなたの軽率さが英国通貨を崩壊寸前に追い込んだのよ。寸前ってとこが重要だ。まあそれはそうと、何も開けることができなかった鍵はどうした？ヘンリーが調査してる。保管庫はもうもらったも同然よ。もらう寸前だろエビ、寸前な。でですね、ミッション3つ出てきましたね。銀行を救う、あとは計画変更、最後に策を弄する。この3つをね、まあ潰していこうという感じでしょうか。で、策を弄するだけ推奨レベルが6なんで、これをね一番最初に潰していこうと思います。はい、ではね、今回一旦これで終わりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださるととても嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。